はい。もうちょっといける。122ですね。122。動作はしんどい。ちゃんとなんか意識してやろうと思ったら、ちょっとあの筋肉使う圧力が。何回よ？三分間。三分間。え、三分前まで取っちゃうの？丸まりだ。どれだけ開くか。やってる感じとしてはどういう感じなの？こう骨盤を前にやってる感じ。腰がでもキュッとくるいい感じ。それに引っ張られて骨盤が上がってくるイメージ。あー、腰をこう前にしてる感じだ。血がだるで、そしたら骨盤が立つやん。でここの筋肉が出てくる。あ、じゃあやっぱり引っ張られてる感じはするの？する。なんかインナーマッスルとか使ってたの？あ、やっぱり使ってる感じはだいぶあるね。汗ばんでくる、こっちは。で、またこうなんか骨がこうグリってなるのかな。ああ、そう。こうなんかこうグリグリグリってこう中に伸ばされてる感じ。なんか骨と骨が擦れてこうきしんでるな。なんか硬かって固定されとったんが、こうグルグルグルってこうなんか音立てながら引き出してくるの。はあ、はあはあ、イメージで。痩せそう。痛くはない。痛くはない。ではラスト3分くらい。じゃあ一回測ろうか、うん、さっきと、うん、もうこのまま、はい。おお、すごい。すごいな。え、これどんだけいったん？ゼロ合わそう。それやっててさ、あ、伸びてる。あ、それちょっとメジャーまっすぐしようか。途中ぐらいからなんか開きやすくなってた。あ、そう、うん、最初硬かったんだ。なんかこうだんだんほぐれてきた感。 OK、 その白いところを踏んだよな。中から比べてゼロからずっと134かな。134134やね。スタート4
134ですね。